質問は、自分を育てるためにはどうしたらいいかと。どうしたらいいと思います？自分を育てるためにはどうしたらいいでしょう？人を育てることでしょうか？ああ、そうですね。自分を育てるね、やっぱり自利利他の教えですからね、仏教はね。その時にどう育てるんですか？どう育てる？幸せになってほしいっていう。まあそれはそうなんですけど、そのどう育てる、相手のことを思ってね、ね、言ってあげたと。ところが相手は変わらなかった。ね、そしたらどうしたらいいんですか？変わらなかった。なんか言わせるつもりですか？あなたのために言ってあげてるの、何回も言わなくちゃいけないのって思いません？そうですね。相手を育てるっていうことは何？相手を育てるってことは、相手の心を理解するんですか？だから今ね、その自分を育てる、自分の中で一番育てなければならないことは何なんですか？ね、自分を育てるために一番大事なことは千恵子さん何だと思いますか？自分を育てるために一番大事なことは何？自分を育てるために一番大事なことは自分の気持ちと仲良くする。自分を育てるために一番大事、一番です、一番忍耐力、山さん聞いてますよ。一番大事なこと。ね、大体さ、こう千恵子さんに振ってるっていうことに意味があるわけですよ。私と関係ある。いやいや、千恵子さんに私が振ったっていうことは、ね、当然千恵子さんなら答えられるだろうと思う。なぜか。それ実験に。それについてこう本当に大事なことについて語っているからっていう話になるわけですね。そうするとこう、あれ最近の千恵子さんに対する説法を思い出して、で何の話をされたかなっていうのを考えてみるわけです。何の話をされたかな。そうするとおのずと出てきますね。さっきの話、それは私からも言う。自分を育てるために大事なことは、先ほどの話で言ったら見てあげるという。やっぱり聞いてないですよね。あ、諦めない。諦めない。諦めないことですね。
ね、諦めないこと、うん、諦めるっていうのはどんなところに出てくるかって、人に対して何かをしてあげるね、自分を育てるためには人を育てなければならない、人を育てていくときに私たちは一努力して相手が聞いてくれないとすぐに諦めちゃうんです。もういいや、この子はこの人はこういう人なんだっていうふうに思って諦めてしまう、ね、だけど人をそうね、それは自分に対してもすぐに諦めるっていう心が出てくるわけです、ね、諦めない、ね、その相手が本当に変わるまで、相手が育つまで、いやそんな育つわけないよ、頑張ったって無理だとかって思わずに、無理かどうかはいつ決まるんですか。その相手がなくなるとき、そうそう、死ぬときに決まる。それまでは頑張る頑張れない時もある。でも諦めない、ね、諦めない。そのね、自分の心を育てる時に一番大事なことはですね、本当にね、本当に労力を惜しまないっていうことなんです、ね、時間を惜しまず、手をかけることを惜しまず、労力をかけることを惜しまずにやり続けていくことなんです、ね、私たちはね、手をかけないでやろうとするんです。例えばね、ね、旦那さんにを変えようとした時にね、自分が手をかけてやるよりもね、上田先生はこう言ってたよで、それで人を動かそうとしてる。で、その心、その心がダメなんです。それはその言い方は使っちゃいけないってわけじゃないけど、そうやれば楽に人は変わるんじゃないか。この心。楽して人を変えようとする心、それはね、手間がかかると腹が立つ心になるわけです、うん、頑張ってやってるのに相手が変わらない、どれだけいい加減にしてくれとかとかね、こういうふうに思ったりするわけです。もういい加減にしてよ、このあとどれだけやらないといけないの、どれだけ頑張らないといけないの、もう頑張ることには疲れたわみたいなね、うん、そういうふうに思っちゃう。でも、ね、大事な人じゃないですか、自分から見たら。その人に対して諦めない、ね、ねえ清盛さん、はい、ね、大事な娘に対してどうですか、楽して変わってくれないかなと思ってないか、ね、言葉さえ投げかけて、いい言葉さえ投げかければ人は変わるんじゃないか思ってないか、うまい言葉を言えば相手はね、なびいてくれると思ってないか、手間を惜しんでないか、ね、相手が本当に変わるためにね、どれだけのことを相手にやってあげられるか、そこを考えるってことなんです。ね。その手間を惜しまずに、労力を惜しまずにやっていくっていう、相手を育てるために、それが自分を育てることになるんです。
例えば人に話をしてる相手がね、って納得した、ね、はあ、これで分かってもらえた。ところが今度会った時にね、あれ、この間の話は何でしたっけ。こうなったら、ね、また一から話をしないといけない。その一からをまた一から気持ちよく話ができるかどうかってことです。ね、そうやってね、どれだけでも何回でも同じことを繰り返していけるかどうか、その同じことを何回も繰り返していく、ね、例えばね、子供に対して本当に、ね、あなたのことが大事なんだよっていうことを分かってもらいたいと思った時にね、言葉でね、あなたのことが大事だよっていうのとね、本当に大事にし続けるのと、言葉で言うのは簡単ですよね、あなたのこと大事だよって、でも言葉じゃ伝わらないわけですよ。本当に大事にしてくれてるの、本当に大事にしてくれてるのってなるわけです。それを本当に大事だっていうことを分かってもらえるまでね、大事にし続けていくわけです。で、なんでこんなに大事にしてくれるのって言ったら、それは大事だから、それは分かってもらえるようにね、行動態度で示していくわけです。言葉じゃなくて、言葉で言うのは簡単なんです。私たちはね、言葉で済まそうとするんです。言葉で、一言で済まそうとするんです。でもね、言葉じゃ伝わらないんですよ、相手には。相手のことが大事だ、大事にし続けて初めてね、長い間大事にし続けて初めて相手は、ああ、私のことを大事だと思ってくれてるんだなって思えるわけです。ちょっと話別になりますけど、あの子供娘からですね、LINE をしてたんだけれども、もうしなくていいと、何かあったら自分からするからって言われた時にですね、それでもこうちょっとやり続けてたら、もう既読にならなくなったんですけれども、そういう場合は、そういう場合はね、そういう場合は、ね、あなたのためにやってるんじゃないよと、私が寂しいから付き合ってほしくて LINE してるんだよと。そしたら、ああそうか、これはお母さんと付き合うことが、お母さんのためになるんだなと。だから心配だからとか、そういう感じでやるとね、そうすると、いやもう心配しなくていい、私は大丈夫だからと、ね、そしたら、いやいやそんなことないよと、あなたのためにやってるわけじゃないからと、私は、ね、あなたとやってることが楽しいし、ね、やっぱりね、そういうとこやり取りするとすごく嬉しいからね、だからやりたいだけなの、そんな風に言わないでって、かけないでっていう風に言ってほしい、言うわけです。寂しいからね、お母さんのためだと思って付き合ってほしいの、それが私の正直だから、私たちはね、正直な気持ちを隠してね、建前で話を進めるとする、それはそのなんていうんですかね、やっぱりこれも労力を惜しむっていう、ここね、その建前でやればね、私はあなたのためにやっているっていうことになるじゃないですか。こそ大義名分がありますよね。大義名分でやっている時っていうのは、自分は楽ちんなわけです。でも本音はあなたのためにやってるわけじゃないわけですよ。だってあなたのためにやってるんだったら、その相手がね、良くなったらね、じゃあもういいよねで終わるわけなんです、それでも続けたいっていうのは、私の中に続けたいっていう気持ちがあるわけです。その気持ちに対して丁寧に動くっていうことが大事なんです。
それが感情を大事にするってことなんです。自分の中にこうしたいっていう気持ちがあってね、その気持ちに対して、でも建前でやればその気持ちも叶ってるからね、だからその気持ちを丁寧に相手に伝えていくってことをしなくてもね、やれてしまうんです。でもそれは手間を惜しんでるわけです。自分の気持ちに対して丁寧に話をしていくっていうことが大事なことになります。だからこう相手のためっていうよりは自分の気持ちを大事にする。そう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 。その自分の気持ちを大事にして、自分の気持ちのために労力を惜しまない。手間を惜しんでるんです。労力を惜しまずに動いていくことが大事。ああ、そうですね。でこちらが何かこう話をしたときに、相手はいつも、まあ、夫の場合だとこう、聞いてくれる時もあるんですけども、うん、このどうしてもこう考え方が違うっていうのか、うん、考え方が違うんだったら、はいはい、その相手の考え方を知ろうと努力していく、はい、関心を持っていく、それがどう、うん、だから労力を惜しんでるわけですよ。相手のことを知るっていう能力、相手のことに関心を持っていく、だから考え方が違うんだったら自分の考え方を押し付けようということはね、相手に労力をこう求めてるわけです。そうじゃなくて自分が労力を惜しまずにやっていくっていうことが大事になります。その労力を惜しまずにやれるようになると自分の心を無限に成長させていくことができるようになる。ね、考え方が合わないって言ったらね、それは考え方が合わないから相手は分からんじゃなくてね、その知ろう、相手の考え方を知ろうとする努力、じゃあ私の気持ちを伝えるよりも先にね、相手はね、 あなたはどう思ってるの、どう考えてるの、それが知りたいわと、ちゃんと話をしてって、ちゃんと聞き切るからと、で聞いていく、そうすれば争いは起きないわけです、ね、争いはね、無知から来るわけですよね。その無知をなくしていこうという努力をしていけばね、相手は相手でね、じゃあ自分のことを知ってくれる努力をしてくれるわけです。あ、こういうふうに思っているんだな、こういうふうに思ってるんだな、いや考えていなかったと、自分の考えをつけることばかりしていたな、悪かったねと、そういう努力によって、いろんな問題が解決する。苦労をしまず、ね、自分の気持ちも分かってもらいたいと思ったら分かってもらえるようにね、時間をかけていくってことです。人に対して労力をしますに、はい、心をかけていく、そうです、かけていくということですね、はい、分かっていただけたらいいでしょうか。